まあ、しっかり準備はできていると思いますし、選手ももう本当に今年はものすごい前向きに取り組んでくれているので、準備自体はいい準備できているなと思います。はい、そうですね、決して、楽な戦いではなかったと。まあ、結果的にはまあダントツになったという結果になってますけども、まあ、内容的にはその本当に1試合1試合やってみないとわからないというゲームがほとんどだったので、まあ、逆にその積み重ねが、まあ、こういう結果で優勝できたというふうに思っているので、まあ、この参入戦も本当に一つ一つのゲームをひたむきに、隙を与えずにしっかり戦うという形ですかね。はい、そうですね、本当にみんなが一生懸命、ファイトしてくれるし、相手よりも本当にこう 走るサッカーというか、走り勝つというような形でだいぶ今年取り組んだんで、それは相手よりも千葉県では上回ってたなというふうに思ってますね。なんでもう本当に走り切るチームとして23日迎えたいなと思いますね。まあ、一発勝負の独特の雰囲気の昇格のゲームなんで、まあ、本当に自分たちが思いを描いたようなリーグ戦の戦い方は絶対できないなと。でもうそれが当たり前だというふうな覚悟ができているので、もう粘り強い、戦いをしなきゃいけないし、相手もそういう戦いを挑んでくるので、我々もひたむきに、隙を与えずに取り組まないとやっぱり去年と同じ二の舞をしてしまうので、その辺はもうしっかり僕も選手も準備はできていると思います。はい、ユースチームになると本当に週末に、サポーターの方々が何人か、ユースのために時間を費やして応援に来てくれるサポーターが たくさんいます。そういう方々のためにも今回は絶対に勝たなきゃいけないというもののっていうものがミッションになっています。なんとか、子どもたちを勇気と元気を持ってピッチに送り込みたいなと思ってますし、そのミッションを遂行したいなというふうに思ってますので、ぜひ、23日、市原のスポレイクですけども、応援にしていただければ幸いだなと思いますし、若い子どもたちが一生懸命、戦ってくれるというふうに信じてますので、いいサッカーして、なんとか、プリンスリーグに昇格したいなと思ってます。応援してください。よろしくお願いします。